えとじゃあ授業を始めていきたいと思います、えー。レクチャーシリーズ「論文を批判的に読み込むための5つのステップ」で今日ついにステップ5最後のステップにたどり着きます。テーマは「作者のロジックをたどり検証しよう」でこれはつまり「論文を批判的に読もう」ということです。やっと今まで4時間かけてこの講義の最終目標である「クリティカルリーディング」っていうところに たたたどどりり着着く準備ができきといここねで今日そこにたどり着いていきますまずこの授業最後のステップ始める前に今までのステップ簡単にどういう流れでここまでたどり着いたかっていうのをおさらいしておきましょう。まずこの講義一番最初にやったことは分かってないことを見つけようと。1ヶ月前ですね、えー、結構今思えば初歩的なところから始めて。 だいいぶ遠くままでやってきたと思いますこの分かってないことを見つけようでやったのは知らない単語を探すという技術でした。で同時にそもそも人間が何かを分かるっていうのはどういうことなのかでそしてその分かるための第一歩のステップとして分かっていないということがどういうことなのかというのをモデルを立てて理解するというのをやったのがステップ1でした。 文章のの上流というのをやりましたステップ2で解こうとしている問題の根本にあるのはステップ1で学んだことです。人間がそもそも何かを理解するというのはどういうことなのか。そこには事前と事後の転倒がある。何かを分かろうとすると、まず理解してないことを理解しないといけない。ところが、理解してないことを理解しようとすると、そもそも全体を理解してないといけない。でこういう事前と事後の転倒があるので、 何かを分かる、何かを理解するってことは、本質的に難しい行為だ。それがステップ1で分かったことや。そこを受け入れた上で、じゃあ、どうやって理解していくか、それを理解している、してないというのを行ったり来たりしながら、ちょっとずつ攻めていこうっていうのが、この講義の基本スタンスでしたで。そのための最初の一歩としてやったのがステップ2。なので、理解できないんですよ。 論文読んでもでも理解できないなら理解できないなりにある程度重要なところを探してなんとなく理解するっていうところまで持っていこうっていうのがステップ2でしたでその先の戦略としてはそこが分かってくるとある程度分かったっていうところになっているので分かってないところがある程度見えてくるわけそうしたら今度はそこを潰すそうすると理解の度合いがもう少し進むから また分かってていなところが見えてくるそれを繰り返すことできちんと理解していこうっていうのが全体のストラテジーってことだったわけです。この講義全体のね。で、さらに先に進みましょうっていうのがステップ3だ。ここから先、さらに進むにあたって、論文全体の一般化された構造、一般的な構造ってここ書いてあるけど、より正確には一般化された構造を理解していこうと。 いうので、一回、ステップ2までの話を切って、論文全体の形というのを理解しようと。論文全体のが一般的にどういう論理構造を持っているのかというのを見ていきましょうというのをやったのが、ステップ3でした。いいかな、うん、で、この、ステップ1、ステップ2で学んだことと、ステップ3で学んだことを組み合わせて、ステップ4で論文の抽象化、つまり要約というのをやりました。で、本来、 論文っていうのがいきなり要約できたら、もうそれは理解してるってことやったよね。それがステップ1で示したモデルの結論や。ところが、普通はそれはできない。じゃあ、どうやってアプローチしていくのかっていうのを考えたのがステップ4でした。で、ステップ1、2、3で学んだことを道具として使って、結局、ステップ4で出てきたやり方っていうのは、ロジックに注目して、パラグラフを一個一個要約していく。 OK? パラグラフ自体は非常に短い、でもきちんとした論理構造を持った1個の小さな論文なので、それを要約するで。そのパラグラフが5つぐらい集まったのがセクションなので、今度はそれを要約する。でそれを繰り返すことで、最終的に論文自体を要約しよう。で最後は、ペラ位置に要約しようって話をしたよね。でそこまでできたら、まあ、論文は理解できてると思っていいわけや。で みんなが論文書くときに、アブストラクトって書かんとあかんよね。で、よくある初心者のミスは、アブストラクトいきなり書いちゃう。論文の最初に書いてあるから、その順番でいきなり書いちゃう。あるあるなんや。でも普通書けないんですよね。で、だいたい先生に全部直されちゃう。で、僕自身が強調になってる論文を添削するときも、 アブストは一番最初は見ません、そもそも。なぜなら、論文の内容全体を理解してないとアブストっていうのは作れないはずやんな。ところが、著者も今から論文を作ってって形にしていくわけだから、全体像は自分でも見えてないんだよ。だからアブストっていきなり書けないのよ。で僕が共著者になって、最後論文を添削するときも、最後にアブストは添削するようにしてます。いいかなで、そのアブストを、 さらに抽象化すするっていう行為があります最後の抽象化、論文の最後の抽象化。それ最後何が出てくると思うアブストラクトをさらに抽象化したもの。タイトルなんや。OK。で、タイトルって、だから実はあれ、論文を書く過程の入り口と出口で出てきて、ちょっと複雑なんやけど、一番最初にタイトルを決めて、 自分の意識の方向性を決めるわけね。あもう今論文を書く話をしてます。で論文構成していって最後できてアブストを書く。でそのアブストを抽象化してもう一回タイトルを作る。で最初に作ったタイトルとアブストを抽象化したタイトルが矛盾してなければもうそもそもみんなは論文を書き始める段階で全体像が見えていたってことになる。 ででも実際にはちょっとずれるんですよね別にそれは心配する必要はなくて完成して最後抽象化してみたら少し本来狙ってたところと違った。でも今度はじゃあそれを最終的なタイトルにすればいいでそこを意識して一応イントロとかを読み直すわけやで。気になったら直すってことをやることになります。なのでステップ4の抽象化っていうのはこの授業のテーマであるように 論文を読むっていう意味でも非常に重要なんですが、書くっていう視点からもものすごく重要になります。で、ここまで4ステップたどってきて、ついに最後のステップ今日いきます。最後のステップのテーマは、クリティカルリーディング。論文を批判的に読む。これは実際どういうことをやるのかというと、作者のロジックをたどり、検証しようということです。では、この点、もっと詳細を見ていきましょう。 まず今日の講義のキーコンセプトを確認しておきます。批判的。批判的とは一体何なのか、これを知りましょう。今日の作戦とテクニックも見ておきましょう。今日のテクニック、一つ目は、論理の流れをたどる技術を身につけようということです。この論理の流れをたどる技術、さらに二つに分かれます。 ファクトの確認ファクトの確認っていうのは論文の中で使っている事実の信憑性をどうやって確認していくかっていうことです。もう一つ、論理のパターンを知ろう。人間のものの考え方には大してバリエーションはないんですよ。基本的なものの考え方のブロックっていうのがあって、それはもうすでによく研究されてます。 作者と自分自身、読者、その両方に共通する思考パターンを身につけようということです。でそうすれば、論文を読むときに、きちんと作者の言ってることを検証できるようになります。でさらに、そこが身についてると、自分が論文を書くときに、複雑な思考でも、きちんと文章に落とし込めるようになる。なので、えー、今日のテクニック、実は読む技術であり、書く技術でもあるんだけど、 論理のパターンを知ろうということになるわけです。じゃあ、キーコンセプト、もう少し掘り下げていきましょう。批判的。クリティカルというのはどういうことなのか。クリティカルリーディングのクリティカルね。まず、1個目のポイント。日本人は特に言葉の意味で勘違いしやすいんだけど、批判っていうのを 非難だと思っちゃう人がいるんやというかほとんどの日本人はただ批判的って聞かされると非難するっていうのとほぼ同じ意味でらえてしまう悪く言うってことねでもそれはここで言うクリティカル批判的っていうのとは違いますでまたいわゆる非難と批判クリティークっていうのも違うじゃあ批判もしくは批判的 特に我々が興味があるのは、批判的読み込み、クリティカルリーディングとは一体何なのか。ここをきちんと定義しておきましょう。クリティカルリーディングというのは、一言で言ってしまえば、作者の考えを辿ること、そしてその作者の考えの道筋をきちんと検証していくことです。OK。今2つポイント出てきたよ。作者の考えを辿る。 そして、たどりながらそれが正しい道筋なのかどうかを検証していくということだ。それが批判的読み込み、クリティカルリーディングです。でそして、これが我々がこの講義、全5回を通してたどり着こうとしていたところです。そして、今日たどり着くことになります。じゃあ、この道筋、一体どういうものがあるのか。我々が今、この講義で、 興味を持っている道筋なので今日この2つを中心に考えていきます。1つ目はパラグラフの道筋。パラグラフの中の道筋ね。パラグラフの論理構造といってもいい。もう1つが論文全体の道筋です。論文全体がどういう論理構造を持っているか。まあ、実はこれステップ4ですでに少しやってるんだけど、この辺りをもう少し掘り下げていくことにします。 じゃあ道筋を掘り下げていく考え方の道筋これは一体何なのか一言で言えばこれですよねもうすでにこの講義で何回か出てきていますロジックフローの基本構造ファクトがいくつかあって事実がいくつかあってそれをロジックに放り込んで主張を出してくるいいよね前回もやってます てて論文全体ではこういういい構造ががくつもつながって出てきます例えばこの最初のロジックから出てきた主張1これを別のロジックの中に放り込むっていうこともあるでその時に一緒に他のファクトも放り込むわけで主張2を出してくるでこういう論理構造っていうのがいくつもカスケードになってつながっていきますで ここのポイント考えの道筋はファクトプラスロジックでできています。これいいよね。多分みんな今まで4回の授業を聞いてきた人たちはこれは受け入れられる話だと思います。じゃあファクトプラスロジックで考えの道筋ができているんだったら我々が今から考えるべきことは何なのか。まずファクトとロジック。 それぞれについて検証してみましょうということです。ファクト、こっちから始めましょう。ファクトの検証。ファクトの検証で、特に論文を読むっていう意味で必要なのは、この3つの検証です。まずは、結果の検証、論文の中に提示されている結果の検証。でもう1つが、参考文献、文献の検証です。で、3つ目。 少し分かりにくいんですがとと前提のの検証というのがあります一つ一つもう少し見てみましょうまず結果の検証をどうやってやっていくのか結果を得るに至ったメソッドとプリンシプルのファクトとロジックを検証することになります次文献の検証 あこれ今まずこのスライドで全体像ファクトの検証の全体像を説明しているけどこの後さらに詳細、えー、見ていくので、えっと、現時点であの必ずしも全部理解しろって話じゃないからねこの後丁寧に見ていきます次が文献の検証検証のポイントは2つ検証項目1文献のソース情報ソースこれは信頼できるのかどうか 検証項目2。引用されている論文。元の論文。その主張は、引用している論文。今、みんなが読んでいる論文だ。その論文の引用のコンテキストときちんと一致してますかここチェックしてくださいってことです。いいかなで最後が、過程前提の検証です。でまず、 文献の信頼性といいううこころから見ていきましょうこれが一番シンプルなん論文に出てくる文献、引用文献とか参考文献、それの信頼性っていうのは、割とシンプルにそのソースから判断することができます。なので、んでソースをもとにまずカテゴライズしていこう。もうこれは信頼していいでしょうと、アカデミアの中で言われているのは、 この2つです1つはレビュー論文。レビュー論文って分かる割とその分野でしっかりと有名な研究者がその分野の研究をまとめてその分野のいろんな研究論文をまとめて紹介していく論文です。日本語では解説論文っていいます。それがレビュー論文。でもう一つがピアレビューされた論文。 多読付き論文日本語だとつまり誰かが専門の雑誌に掲載されることを目的として研究を取りまとめてそれが出版される前に別の専門家によってきちんと検証されたっていう論文です。でレビュー論文のピアレビュー論文って名前に似てるけどそういう意味でだいぶスタンスが違うのでそこ注意してください。ちなみにレビュー論文も きちんとピアレビューされていますそこもポイントなのでこの2種類の文献は両方ともピアレビューされているんだ。でこの2つさらにその中でも信頼性には高いのもあれば低いのもあります。そこをどう検証していくのかそれは2つの視点から見ていくことになります。1つは論文自体の信頼性。 もう一つはその論文の出ているジャーナルの信頼性です。論文の信頼性という意味ではものすごくシンプルな指標があります。非引用数、あの正式には非引用数なんだけど引用数っていうことも多いです。これはその論文がどれぐらい引用されているのか、何回他の論文から引用されているのか。 つまり、その分野の専門家がどれぐらいこの論文を重要視しているのかっていう指標だ。これは Google Scala なんかのサーチエンジンでチェックすることができます。s c o l a g o o g l e c o m ね。もう一つ、その論文の出ているジャーナルの信頼性っていうのも割と役に立つ指標です。これは、その分野の中で そのジャーナルがどれぐらい重要視されているかっていう指標なんだ。でいろんなものがあるんだけど、一番メジャーなのは、インパクトファクターっていうやつです。そのジャーナルに掲載されている論文が、大体いい平均して何回引用されているかっていう指標。あの、直接の回数にはならないんだけど、そこから導き出された指標です。インパクトファクター。いいかな ただ、いずれにせよ、このレビュー論文とピアレビュー論文っていうのは、基本的には信頼できると思っていい。ただ、最近はジャーナルの中にもプレダトリーっていうのがあって、とりあえずお金払えば、ピアレビューされた手で出版できるみたいなジャーナルもいくつかあるんで、その辺は気をつけたほうがいいって感じかな。で、次、それより少し落ちるけど、割と重要視されてますっていうのが、 ピアレビューされてない論文ですでいくつかパターンがあるんですが主なのは2つ。1つは最近,あの最近ますます重要視されるようになってきたプレプリントってやつです。これはピアレビュー論文候補なんだ多くの場合。で論文誌にピアレビュー論文ピアレビュー論文候補著者が投稿します。 でその査読ピアレビュー自体に結構時間がかかるんですよねで。あと査読者と意見が違うと落とされちゃうこともある。なので分野によっては出版を急ぎたい時には論文の投稿とほぼ同時にそれをネットで公開しちゃいます。でそれを公式に公開するためのサイトっていうのがあるんだ。でその一番メジャーなのがアーカイブ・オルグ。コーネル大学がやってるやつだね。 で多分みんなも論文読んでるとアーカイブ・オルグって引用されてることが多いと思うで。特に論文の中で引用されるよりも学会の中で引用される方が多いかな。あの学会は論文に比べてやっぱりより新しい情報が出てくるのでその時により新しい文献を引くってことになってそうするとピアレビュー中の論文が引用されることになるそうするとプレプリントを引用するってことになります。 もう一つがカンファレンスプロシーディングス。カンファレンスプロシーディングスっていうのは何なのかっていうと、学会の予行集ですで。例えば応用物理学会とかだとペライチなんですよね。でところが分野によっては、それがすごくしっかり長いところもあります。例えばアメリカの光工学会、SPIE なんかは6ページとか8ページとか書いて出すんですよね。なんで、やっぱ論文ぐらいの長さがあるんですよ。 あと情報系もカンファレンスプロシーディングスっていうのすごく重要視します。なんでそれがもうほぼ論文と同じような扱いになる。で検証はその後みんながそれを使うことで集合値としてやっていきましょう。情報系はそういう分野ですね、見てると。でただ、プレプリント、カンファレンスプロシーディングスっていうのはピアレビューされてないという意味でピアレビュー論文よりは信憑性は落ちます。ただ、 公に発表されてててみんんながが読でで検証ししいいいいくのほほぼほぼ信頼していいとということが言えますただやっぱり間違いも入ってるんだで。じゃあそこをどうやって検証していくか。学会の信頼性と文献の信頼性それを見ていくことである程度その中でも信頼できるものなのか信頼できないものなのかっていうのを見ることができます。学会の信頼性 これは割とシンプルです。その特定の分野で重要視されてる学会なのかどうか。いわゆるメジャー学会っていうのがあって、もうこの分野の研究者みんなそこに集まってくるみたいな学会があります。そういうところで発表されて、そこのカンファレンスプロシーディングスであれば、まあ間違ってはないやろってことになるわけや。もう一個、文献の信頼性。これはジャーナルと一緒です。例えば、Google スカラーなんかで調べれば、 カンンファレンスプロシーリングスとかプレプリントに関しても非引用数っていうのが出てきます。で、それ見て、例えばプレプリントなのにものすごく引用されてるってなったら、査読の有無にかかわらず、みんながそれを重要視して使ってる技術だってことや。ってことは、もうすでに特定のピアレビュアはいなくても、実際に使われることで検証が行われてるって考えていいってことになるわけね。なんで、そういうのは非常に信頼できる文献ってことになる。 で最後これよく初心者引っかかっちゃうんですけどプレスリリースですプレススリリースってググ e とすぐ出てくるんだなでもこれはアカデミズムという意味では信頼できない情報ソースだっていうふうに考えられていますで僕自身も信用してないプレスリリースっていうのは、えっと、一番のポイントはどのような形でもピアレビューされてないってこと 発表される前に丁寧に第3の専門家が PR レビューしたわけでもないし出た後にどれぐらい引用されてるかっていうのを見ることで出版後の信頼性っていうのをみんながどういうふうに考えてるかっていうのを調べることもできないなのでプレスリリースっていうのは基本的には信用できないソースアカデミア的には信用できないソースと考えてこれだけで使うことはありませんななで多分みんなが 論文読んでてもプレスリリースが引用されてるっていうのは聞いたことないと思う見たことないと思うんやただねプレスリリースにも使い方があるんですよちゃんとした期間のプレスリリースはプレスリリースした時にどこどこのジャーナルに掲載されますっていうプレスリリースをやりますこれに関連した論文がどこどこに何月何日発表されましたされますっていうプレスリリースなんだ そういうやつはやっぱりプレスリリース自体が信頼したらあかんって俺は思うんやけどその文献を引いてくればいいんで、その文献をきちんと確認してその文献を信頼するかどうかっていうのを決めるってことになるいいかななんでプレスリリースはどっちかといえばファクトというよりはファクトへのポインターと考えるようにしてくださいで最後本 教科書これ意外と難しいんですよね教科書ってみんな信頼できると思ってるやろ。確かに力学とか電磁器とかもう100年200年あるような話やったらええねん。でてるよでそもそもその教科書がいろんな大学で授業で使われることによって事後的にピアレビューされてると考えることもできる。 ところが最新の研究成果をまとめた解説本とかって意外と間違いも多いんですよ。で何よりも問題なのはピアレビューされてない本っていうのは。なんでこれは賛否が分かれるところなんだ。ただこれは信頼していいだろうっていう本の見つけ方っていうのはある程度あります。 信頼できる本っていうのはある程度分かるんや信頼できるかできないか判断に迷うやつっていうのが難しいんやけどそこはまあ個別に考えてってくださいって感じな信頼できる本例えばもうみんなが標準テキストみたいにその分野で使ってる教科書っていうのは信頼していいその分野の研究者たちがこの本の内容は正しいというふうにコンセンサスができてるってことややるね であとは著者その著者が今までやってきた研究をまとめて本にしてるでさらにその著者の研究っていうのは一個一個はすでに論文として出版されてるはずなんでその著者がその教科書にまとめた内容の元になった論文それがさっき言った方法できちんとピアレビューされていて検証されていて信頼できるっていうんやったら その本の内容も信頼できるかなって考えられるよね。でこの本っていうのはちょっと難しいところですただみんなが論文を書くときに本を引用するっていうこと自体は非常に一般的に行われていて誰も変だとは思いませんただ自分がやる時もその信頼性っていうのはきちんと考えるようにしてくださいってことですでここまでファクトの検証いくつか項目を挙げてきたんですが その中の中つ、ソースは信頼できるかって話をしました。でまだ3つ積み残してるんやな。リザルトの検証のためにメソッドプリンシップルのファクトロジックを検証する。で文献の検証では元の文献の主張は引用のコンテキストと一致しているかを確認する。で最後仮定前提の検証をする。この3つ積み残したままでまず先に進みます。で後で戻ってきます。先に進むどこに行くのか。ロジックの検証です。 つまり、さっきの3つを検証しようとすると、そもそもファクトの検証の中にロジックの検証が入ってくるってことね。なので、ロジックの検証を先にやりましょう。ロジックの検証、ポイントは4つです。本当はもっといろんなのがあるんだけど、僕が今日伝えておこうと思ったエッセンシャルな部分はこの4つです。まず1つ目、ポイント1。今見ているロジックが、 機能推論なのか、演液推論なのかを把握しましょう。これ実は前回、ステップ4でやってます。それ復習しますで。ポイント2。接続詞に注目しよう。これは実はステップ2でもうやってるんだな。で、ポイント3。新しい話が出てきます。前件と後見の論理というのを理解しましょう。で、ポイント4。 これも今日新しく出てくる話です。全小命題と特小命題。これを理解しましょうということです。で、えっ、ー、と、この話、ポイント1からポイント4、特におさらいになるポイント1、ポイント2、ものすごく版書が煩雑なんだ。いろんなこと書いてあって。でなので、えっ、ー、と、頑張って版書を全部ノートに、今このペースで取らなくていいと思います。 で特にあのポイント1、ポイント2っていうのは今までこの授業で使った版書を再利用して説明しているのであの自分でなるほどと思ったポイントだけをメモっておいてもらえればいいと思う。でポイント3、ポイント4は本当は自分で書きながら理解した方がいいんだ。ただちょっとこの授業の時間の問題でそのペースでできないのでちょっと掛け足していきます。なのであの興味のある人はここで出てくるキーワードで ググってもらうと、いろんな解説が出てくると思います。なので、それは後で見てみてください。また、この講義自体、あの後でオンデマンド用に YouTube にも上げるので、そっちを見てもらっても大丈夫ですということです。あとは、えー、論理学の教科書っていうのを買ってきて勉強しても面白いと思う。ロジックの検証、ポイント1から順番にいきましょう。ポイント1、機能と演液。 これもやったよねステップ4前回やったことです。論理、えー、推論これには2つのパターンが大きく分けてあります。1つが機能的推論機能推論これはいくつものポイントを並列に並べてそこから円やで結論主張を出す方法です。でここには1個ポイントがあってこの推論は飛躍を含んでいます。 総合的ってい,う言い方をするんだけどここで並んでるポイントファクトからリジットに主張が出てくるわけではないんだ。でもこうです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 っていうことはこう考えていいと思うんですけど皆さんもそう思いますよねっていうようなタイプの推論ですってことだ。OK。だからひょっとしたら間違ってるかもしれない。論理的にに順番に辿って出てて出くくるわけではなくて ボンと結論を出すんやそれが機能的推論の特徴ですで次が演劇的推論これはポイント1からポイント2を取り出してポイント2からポイント3を取り出してそこから主張を出してくるというようなタイプの次から次にリジットな論理を積み重ねていく方法ですいわゆるみんながイメージする論理的にものを考えるっていうのはこっちに近いと思 ここののの演演推推論論といいううはは確実に言ええるでですす例えば証明ちょっと話が横道にそれちゃうけど例えば哲学者のカントっていうのがよく論理展開でやるのはまず機能するんやでそこで仮説っていうのを出してきますおそらく人間の認識能力というのはこういうモデルに基づいて成り立っているでその先演疫っていうのを彼はやっていきます 昨日で取り出したモデルから今度は逆に演疫推論でポイントを取り出していくんや確実にそれが全て世の中で言われていることときちんと一致していきますっていうのを示すことで元の機能推論が正しかったっていうのを後から証明するっていう論理構造を使うことがあります、OK、なんで昨日と演疫ってちょっと性質が違うそこだけ覚えておいてくださいチェック項目1ここで 論文を読むとときには、機能と演劇どちらでその例えばそのパラグラフがねその部分が論理展開しているのかここを把握しましょう。チェックポイント2機能推論にはさっき説明したように飛躍が含まれています。それはみんなから見て納得のいくものなのかどうかを確認しておいてください。必ずしも証明されているわけではないんだ。 ただだそ、まあ、それはそうだと思います僕別にそこは異論ないですねって思えるかどうかを確認しておく。いいかなじゃあ次の検証ポイントいきましょう。ポイント2接続詞と論理展開これもあの番書いろいろ書いてあるけどステップ2から持ってきた番書です。もうすでにみんなノートを取ってあると思う。論理の流れには 大きく分けて4つのカテゴリーがあります。不可。次が転換補足。そして理由、規決。最後が解説、例示です。で、それぞれに対応する接続詞っていうのがあるんやったよね。えっと、英語の方で見ていくと、不可だったら、and とか while。転換補足は、h o w e v e r b a d a l h o h d e s p i t e 理由、帰結だったら、because, since, hence, thus っていうのがそうや。 解説例示は namely, i.e. とか for example, e.g. です。で、それぞれに記号を割り当てて自分なりに論文の論理を明確にしようっていうのは一回勉強しました。ステップ2です。で、クリティカルリーディングを進めるときにはかなり複雑な論理構造っていうのが出てきます。そういうときどうするか。チェックポイント。複雑な論理展開は接続の流れを図示していきましょう。 例えばこういう感じ。ファクトに ABCDEFG、それぞれがどういう論理関係になってるかっていうのを余白に書いてみる。OK? で、ちょっと面白いところ。まずこの AB、これファクトや。で、F が主張。ここまではいいよね。AB だけじゃなくて ABCDE、これ全部ファクトです。 で、F が主張。この構造、さっき出てきた円液なんですよね。E から F が出てます。1つのものから1つのものを取り出している。円液構造です。で、次、上の方、これも円液なんですよ。A プラス B から C が出て、その C はつまり D である。そしてその全体。 つまりこの場合は D 全体は D と等しくなってるわけだから D から F を取り出してるこれも演疫ですだからこのロジックは2つの事実からそれぞれ同じ主張を取り出してるっていうロジック構造だってことやでもう一個この展開の図ポイントもう一個ありますここ A プラス B から C が出るこれ機能なんですよね A と B を並列に並べて、そこから C をズドンと出していますで。機能的な論理展開があるとこのパターンが出てくる。なんで接続詞とか文の接続に注目していくと徐々にこれは機能で推論している、こっちは演繹で推論しているっていうのもある程度分かってくるようになります。ということです。あの必ずしもリジットに対応しているわけじゃないから、あくまでも参考程度なんですが、慣れてくるとその辺は鼻が効いてくるようになると思います。 で、その後、豚の尻尾書いてあるよね。で、G で。これは転換です。しかし、ただしで。これは意味的に逆の方向に進みながら新しい話を始めてます。ということです。例えば、これパラグラフが変わったりするわけです。F から G。いいかなで、これは、あの、これ、ものすごく複雑なパターン、いっぱいあるので、えっ、ー、と、 慣れるまではとにかくあれこれ自分見失ったと思ったら余白に書いてみるようにしてください。あとはちょっと難しめの本とかに出会った時に日本語の本でもいいから一冊まるっとこれをやってみるんや。でそうすると大概力がつきます。だね。新しいところ入っていきましょう。ロジックの検証ポイント3。前件と後件の論理。 これ多分みんながイメージする論理学っていうのの初歩的なところの一つなんじゃないかなと思います。考えていきましょう。まず考えるのが前提もしくは過程。真実であると受け入れる内容です。A であれば B である。A と B、二つ命題がこの中に入ってるよね。でこの A、を前見と言います。で、B、こっちを後見と言います。 いいかなで例で見ていきましょうそっちの方が分かりやすい。ポチが犬であればポチには尻尾がある。ポチが犬であるこれが前件だ。ポチには尻尾があるこれが後件です。いいかなでこの前件と後件これがカラムロジックには4パターンあります。4パターンのうち2パターンは 正しいロジックなんだそれがこの2つ確実な推論全件肯定と公件否定全件肯定見ていきましょう A である故に B であるポチは犬である故にポチには尻尾がある正しいよね ポチはは犬なんだからしっぽがあるはずですって推論したわけやみんなも多分異論はないと思う。もう一個問題のない推論があります。それが後期にして B ではない、ゆえに A ではない。ポチには尻尾がない。ゆえにポチは犬ではない。もちろん現実には尻尾のない犬っていのはいるのかもしれないよ。でも今 仮定、つまり真実として受け入れた内容がポチが犬であればポチには尻尾がある。これを真実として受け入れているわけだから、ポチに尻尾がないのであればポチは犬ではないってことになるわけ。いいかな？この二つ、全権肯定と公間否定っていうのは正しい推論です。一方、不確実な推論っていうのもあります。 えっと、初等論理学だとひょっとしたらこれは誤った推論とか誤尾推論っていうふうに習っちゃうかもしれないでも僕これ重要視してるんですよ不確実な推論で何で重要視するかっていうのはこの次のスライドで説明しますただまず不確実な推論を見ていきましょう全件後見で不確実な推論っていうのは2つあります1つ目が後見後定このパターン B である故に A である とは言い切れないんですよ。オッケー。これ、例を見た方がイメージワークと思います。ポチには尻尾がある。じゃあ、ポチは犬であるって言っていいの。これ、後見、後手やんな。ポチには尻尾がある。故にポチは犬である。言えないよね。猫かもしれないわけや。じゃあ、こういうときどういうのか。 ポチには尻尾がある。ゆえにポチが犬である蓋然性が高まった。っていうふうに言います。で、僕、これをすごく重要視してます。あの厳密な論理学で言えば、これはボビュー推論なんだ。誤った推論です。ただ、科学っていう意味では、これ、すごく重要になってきます。でもう一個、似たような不確実な推論があります。それが全件否定。A ではない。ゆえに B ではない。 ポは言えないよね。これも例を見てみましょう。ポチは犬ではない。なので、ポチには尻尾はない。ポはやっぱり言えないよね。ポチが猫やったら、ポチは犬ではないし、でも、ポチには尻尾はある。なので、この推論は間違ってます。でも、ポチが 犬じゃないんだったら、尻尾のある群である犬であるって可能性はばっと排除されるわけだから、ポチには尻尾がないっていう外然性が高まったってことになる。オッケー。例えば犬か猫か人間か三択なんですって言ったときに犬の可能性が減ったら、尻尾のない人間である可能性ってのが高まってくるよね。なんでポチには尻尾がないという外然性が高まるということになります。 じゃあ何でもこれ重要してるのか科学研究の多くは論理学的に厳密には誤尾推論と言われてしまう後見後定です科学ってすごく論理的に全てリジットにやってるってイメージあるやろでも実際には違うんですよ例を見てみましょうまずさっき出てきた前提少し違う形で書くとこうなります A が正しければ B のはずです OK A 全件やなこれが我々がこの授業で勉強してきた論文の例で言えば仮説ですこの仮説を証明するために論文っていうのは書かれているんやったよねで、じゃあ後権 B は何なのか予想される実験結果です Okay、つまり何か仮説があるその仮説が正しければこういう実験結果が得られるはずだって考えて実験をするわけや。で予想通りの結果が出てきただから A は証明されたってみんな思うよね。B は正しいという結果が得られたよし A は証明されたそうかこれ後見後定ですよね。オビウ推論なんですよ でも科学っていう立場で見るとつまり実験によって事実を探索していく真実を探索していくってスタンスで見るとこれはこれですごく意味があるどういう意味があるのか A という仮説が正しい蓋然性が高まったっていうことでできるだけ蓋然性を高めるような E スタディデザインを作って 研究を進めていくってことこになるわけで,すで一発では証明できなくてもいろんな研究が周りで出てくることによって徐々に徐々に大前性が高まってもうここまで来れば正しいって考えていいんじゃないですかねそういうことで皆さんよろしいでしょうかっていうところまで持っていくのが実は科学研究の目的なわけです。なので科学研究論文っていうのの多くは好見工程です。なのでのでこ推論 僕は非常に重要視してますだなで、ロジックの検証ポイント最後のところポイント4いきましょう前照明題と特照明題これ結構難しいところですでここで理解しきれなくてもこういうものがあるんだっていうのだけ理解してで後でまた復習したりこれから積んでいく自分の経験と照らし合わせながらおいおい勉強していってください で、おそらく今日今から勉強するところで面白いところは、そもそもみんなそんなことがあるって意識してなかったと思うな、今から話すことは。もっと割と単純な論理関係で物事を考えてたと思うけど、考えてるよりも複雑だっていうところだけまず今日は理解していこう、少なくともね。でもう全部分かれていたらもう理解しちゃってください。じゃあ見ていきましょう。ポイントの一つは、 全章っていう考え方です。すべての何々は何々である。でこれが肯定形、すべての A は B であるってなってると、それを全章肯定命題と言います。で、それの否定形、すべての A は B ではない。これを全章否定と言います。で、それに対応する特章命題っていうのがあるんや。特章命題、何なのか。ある A は B である。 今このスライドの左下に出てるやつね。これは肯定形なので、特徴肯定といいますで。それに対する否定、特徴否定、このスライドの右下、ある A は B ではない。なので、全哨特哨、肯定否定その組み合わせで、4つの命題パターンっていうのが出てきます。で、その4つの真偽の組み合わせに、 パターンがありますそのパターン4種類あるまず1つ目のパターン反対対等コントラリーってやつですこれは前哨肯定と前哨否定の間の関係ですこれ詳しく一個一個この後見ていきますねで次代哨対等サブオルタレーションという関係ですこれは前哨と特称の間の関係です 肯定だったら肯定の中で前哨と特哨の関係否定だったら否定の中で前哨と特哨の関係です。もう一個、小反対対等。これは特哨命題の肯定と否定の間の関係です。サブコントラリー。で、最後これ、ど真ん中。斜めの関係。前哨肯定と特哨否定。 前哨否定と特のの間の関係これを矛盾対等コントトラディクトリーと言いますこの4つの対等関係これについて特徴を見ていきましょうまず矛盾対等ど真ん中の×印になってたところやね前哨肯定 VS 特哨否定全ての A は B であるある A は B ではないもう一つ特哨肯定と前哨否定 ある A は B である。すべての A は B ではない。このパターンの対等関係、矛盾対等のポイントはこれです。どちらかが正しければ、もう一方は誤りです。互いに I 入れることはありません。OK。なんでどっちかが正しい、どっちかが間違っているっていうのを証明すれば、もう片方はその反対で確定するってことや。これが矛盾対等っていう関係です。 いいかなこれ結構今話してること高度な内容なのでまた後でノート見直すなりビエを見直すなりして自分なりにまとめて理解してみてください。で今日はあの触りだけいきます。次対等関係その2反対対等これは全勝肯定と全勝否定の間の関係です。すべての A は B であるっていうのとすべての A は B ではない。さっきの 四角で書いてある図スクエア・オブ・オポジションっていうんだけどそのスクエア・オブ・オポジションの一番上のところにあった関係です。これの特徴どっちも正しいってことはありえないんだ。OK。すべての四つ足の動物は犬であるっていうのとすべての四つ足の動物は犬ではないこれは同時には成り立たないよね。 なので両方真になるってことはありませんどっちかが真になった時点でどっちかは偽であることが確定するところが両方間違っている両方偽であるってことはあり得るんですよつまり A の一部は B で B の一部は A ではないっていうことはあり得るよねそうすると前哨肯定も前哨否定も成り立たなくなります OK なんでさっき出てきた対等関係1矛盾対等っていうのは割とみんながイメージする反対のことを言ってるっていうのに近いと思うんやで反対対等っていうのもまだそれに近いと思うただ両方間違っていることがあるっていうのが言われてみると分かると思うんやけど割と論理をたどってると見逃しちゃうところです3つ目大小対等いきましょう前小肯定と特小肯定もしくは 全省否定と特省否定の関係ですいいかなすべての A は B であるバーサスある A は B であるすべての A は B ではないバーサスある A は B ではないまず1個目のポイントこれ大小体と複雑なんだこっち側左側ね全省側が正しければ特省命題も正しいです 例えば、一番上の例だったら、すべての A が B であるんやから、ある A も B である。それはそうやろ。全部、全部 B なんやから、どれ取ってきたって B だ。で、次、すべての A は B じゃないんだから、次の例だとね。ある A は B ではない。これもそれはそうや。どれ取ってきても B じゃないやろ。もう一個、わかりやすい数量があります。今度は右側。特徴側が誤りだと、偽だと、 前哨側も誤りです。ある A が B であるっていうのが否定される。ある A が B であることはないんだったら、すべての A が B であることもないよね。1個違うやつは絶対いるわけやから。B じゃないやつがいるわけやから。OK。で、 ここはまだ分かりやすいんだ。もうすでにみんな分かりにくくなってると思うけど、まだ分かりやすいんだ。もっと変な話があります。これ。前哨側が誤りである、偽であるとき、特徴側はどうなるか。真偽不明になるんですよ。すべての A が B であるとき、これが否定されるとき、すべての A が B であるとは限らないとき、ある A が B であるかどうかは、 分からない真偽不明でこれも気をつけないといけないところで論文読むって意味では気をつけないといけないところこのパターンが出てきて何か結論出しててもいやそれは真偽不明ですよねっていうことない。で同じようにこれ右側特徴側が正しくても,も今度は前世代は真偽不明になりますこれもどっちかが分かったからといってもう片方を結論としては導き出せないパターンです かなだいぶ複雑になってきたやろで最後4番目小タイトいきましょう。小タイト実は簡単です。えっとさっきの大小タイトが一番複雑なんだ。小タイトさっきのスクエア・オブ・ポジションで言えば一番下にあるやつね。特徴肯定と特徴否定。ある A は B であるある A は B ではない。 これはどっちかが正しかろうが間違っていようがもう片方は正しいことも間違っていることもあります。なのでどっちかが真であることもしくは偽であることが証明されたからといってもう片方の真偽がそれに影響されることはないってことや。な。よし。じゃあロジックの検証をまとめましょう。えー、4つポイントが出てきました。 でこの4つ論文を読みながら確認していってくださいまず機能推論なのか演液推論なのか推論のパターンを把握しようでポイント2接続詞に注目することで論理展開を追いかけましょうポイント3前腱と後腱その関係を確認しましょうで最後ポイント4対等関係を意識してロジックを検証しましょうということやでここまででロジックの検証の話一回終わります ままたたたファクトに戻りますさっき積み残したのがあったよね結果、リザルトの検証、そして文献の検証の項目2です。でもう1個あったんやけど、これ、この次のスライドでやります。まず、メソッド、プリンシプルの検証、それのファクト、ロジックを検証しましょうということです。リザルトを検証するためには、メソッド、ロジックのファクトとロジックを検証する必要がどうやってやるのか。もうここまで来ると分かるよね。メソッド、プリンシプルが、 どういうふうに仮説を立てて、それをどうやって証明しようとしているのか、そのロジックをチェックしましょう。多くの場合、これは貢献、貢献になっていると思います。ただ違う場合もある。そこを丁寧に見ていきましょう。文献の主張は引用のコンテキストと一致しているか。これのチェックも割ともう今までの技術を使ってできるようになります。まず、引用している部分、自分たちが今読んでいる論文が、 別の論文を引用している部分の論理をきちんとチェックしましょうでそしてさらに気になるんだったら元の文献を批判的に読んでみましょうでその元の文献の主張と引用している部分のコンテキストこの2つが一致しているかを確認しましょうってことです、まあ、普通はここまで全部の文献に対してやることはないんだけど重要なところで気になるところはやりましょうってことね最後仮定と前提の検証 隠れた仮定は論理を意識することであぶり出しましょうということです。例えば骨をあげて喜べばポチが犬である可能性が高まる。これが仮説です。でここには実は隠れた仮定というのが入っています。犬は骨をあげれば喜ぶっていうことです。でチェックポイントはその隠れた仮定見つけたはいいけど本当に受け入れていいんですかっていうのを確認してくださいっていうことです。 でこの隠れた過程とさっきあった対等関係でも扱った命題の対立この2つから知識を作り出す上で非常に重要な技術が見えてきます。それが命題の対立と調停ですこれは異なった2つの意見その2つを調停するという過程を通じて著者が 持ってていいいる知識のさらに外側を見ていこうというとアプローチですまず2つの命題が対立するこれは世俗的な意味でね対立するというのがどういうことなのかっていうのを考えていきましょう僕自身はこの対立を3つのタイプに分けて考えています1つ目が文字通り対立これは2つの意見が相入れないどちらかが もうう片方を服従させるしかないといとパターンですどっちかが真だったらどっちかがギやつまりさっきの対等関係の例で言えば矛盾対等それはここにあたります次が矛盾これは世俗的な意味での矛盾って言葉ねなので対等関係で出てきた矛盾対等とは少し異なりますただここでは矛盾と呼ばせてくださいこの矛盾一体何なのかというと 一見ぶつかっている意見だがきちんと考えれば両立する視点を変えて考えてみましょう隠れた過程は適切なのか最後が対ですこれは単に趣味の問題一見対立しているように見えるけどそもそも解消する必要もないというようなところです互いにに認めて先に進みましょう例えば小対等っていうのはこれにあたるよね この中で重要なのが真ん中にある矛盾ですもう一回ね一見ぶつかる意見だがきちんと考えれば両立する視点を変えて考えてみよう隠れた過程は適切なのか隠れた過程は適切なのかここがポイントです一見二つの意見例えば二つの学説があるんだで今日勉強したみたいに 一つ一つを丁寧に検証していっても両方正しいという結論が出てくるところがその二つをくっつけようとすると互いに矛盾してうまくいかないどっちか間違ってるんじゃないかって気がしてくるわけでも一つ一つは正しいんよねじゃあ何が起こっているのかひょっとしたらそれ隠れた過程とか前提っていうのがあってそれがその二つで違うんじゃないかっていう話になってくるわけだ Okay、で多くの場合その隠れた過程隠れた前提っていうのは著者すら気づいてないものであることがあります。例えば光の粒子性と波動性光は粒子なのか波動なのか光は粒子ですっていうのは間違ってないよね。で光が波動ですっていうのも間違ってないわけや。ところが 光が粒子であることと光が波動であることっていうのは一見ぶつかってどちらかは間違っているように見えます。じゃあここで隠れている過程前提っていうのは何なのかそれは粒子であることと波動であることは相入れないっていうことです。そこを批判すると出てくるのが実は物質。 とかフォトンっていうのは粒子であって同時に波動であることもできるっていうそういう考え方が出てくるわけです。そこが知識の拡張ポイントつまり量子って考え方ですよねなので光量子仮説っていうのはこの光の粒子性と光の波動性っていう2つの矛盾した 意見を調停させようとと考えれば出てくることだったわけですなので実はこの2つの対立した命題それをどう調停させるかっていうのが知識を新たに生産していく上で非常にクリティカルなポイントだったわけです。いいかなで我々のこの論文を読んでいくためのステップっていう意味では実はここはステップ5の最後の最後もしくはさらにその先と考えることもできます。つまり 著者の考えていることのさらに先を我々が理解するでそれはもうもはや理解しているんではなくて考えて新たな知識を作り出しているっていうことになるわけですでここまでのところでそれぞれのパラグラフそれぞれのセクションは検証できるようになりましたじゃあ最後実はもう一個検証するところがあるんですよそれが論文全体の論理構造です これは大丈夫なのか。これ実はもう基本的にはステップ3でやってるんですよね。なので、チェックポイントだけ見ていきます。まず1個目。コンプリケーション、問題はアプローチで解決できるか。イントロでここを確認する必要があります。次、仮説、イントロで示された仮説、ハイポテシスとコンクルージョン、つまりアンサーは対応しているのか。ここも確認しておきましょう。 で、メソッド。これは正しくリザルトを導けているのか。これはさっき言ったところでもあるよね。リザルトの検証の一部でもあります。で、最後、ディスカッションはコンクルージョンを正しいロジックで導いているのか。でここはもう今日話したことをフルに活用して検証していくことになります。いいかなで、ステップ5のまとめいきましょう。 ステップ5のまとめ、ポイントは、検証すす。べきはファククトととロジックと全体構造ですこれ、似たスライドが最初に出てきたと思うけど、そこではまずファクトとロジックだけの話をしたんですよね。で、最後に全体構造っていうのが付け加わりました。まず、ファクトのチェック、どうやってやるのか。文献の信頼性は、引用の仕方は正しいのか。結果は正しいか。正しく導かれているか。隠れた過程は何か。このあたりを見ていきましょう。 でロジック推論形式は機能なのか演液なのか接続詞に注目して論理展開をたどりましょう前見と後見を意識しましょう対等関係を意識しようこの4つを今日勉強したわけですで最後全体構造論文全体の構造に歪みずれはないかで1個1個の接続がずれていると全体にも歪みが出てるその辺りも見ていきましょうとでそういうふうに丁寧に検証していって 正ししいっていとう論文が2つあるとしますでもその2つは互いに相入れな,いとするなぜか実はそこが知識を拡張することのできるポイントであり作者の考えを超えるための出発点でもあったということになるわけです。であと5分ぐらいでまとめちゃいます。ステップ0.5前回最後につけたステップ0の続きです。 論文を読む習慣をつけるためのテクニックその2。これ積み残したんで、ちょっとだけスライドつけておきました。まず、常に論文をチェックする習慣をつけてください。新しい論文、毎回毎回ジャーナルの目次を見てると、キリがないので、えー、キーワード著者でアラートを設定するといいと思います。例えば go スカラー、Google Scala、scala.google.com。まずこれ、Google アカウントでログインしてやって、ここ。 左上ののの本線のところからアラートっていうのを選びますでそこでキーワードとか著者名でアラートを設定しておくと新しい論文が出るごとにメールで教えてくれます。でじゃあメールで新しい論文を送られてきたらどうするのか論文のデータベースに登録しておきましょう。自分のね、自分の論文のデータベースに登録しておきましょう。例えば Zotero とか Mendeley ていうのはフリーで使うことができます。で僕は Zotero っていうのを使ってます。 これ見てやると、例えばこれ僕の例なんですが、まずここ毎月ごとのフォルダーっていうのが作ってあって、新しい論文来てあ、あこれちょっと覚えておこうと思ったらもうその場で保存してます。あのだいたいワンクリックで保存できるようになっているんで、こういうツールで保存しておきます。で、たまにそのリストを見直して、読みたいと思うやつは読むリストっていうのを作ってそこに移しています。で週末とかにコーヒー屋とか行って。 これをわーっと見ながら次これをも次これをもっていうのを考えるわけで,すで実際この間やったみたいに毎日30分は少なくとも読みましょうっていうのをやってるわけですでこれでえっ、ー、と一通りの内容を終わって総復習を一応しておきますまず登場したテクニックスタッフロールですね今回の全5回のスタッフロール登場したテクニック 定規と単語帳、電子単語帳っていうのが出てきたよね。思い出してあの。これで思い出しておいてください。で、またちゃんとやってみてください。定規と単語帳、電子単語帳を使ってみましょう。で、カラーマーカーで色をつけましょうっていうのも出てきたよね。で、感想記号っていうのも出てきた。びっくりマークとアテナマークや。で、パラ横要約っていうのも出てきたよね。パラグラフの横に要約しよう。で、最後読、論文,読えー、最後論文読み終わったら、ペラ1要約。で、 えー、ステップゼロで出てきた二重点の覚悟で毎日30分読むそのためには時間を計ろうキッチンタイマーです読みましたカレンダーを作りましょう読み友達を決めましょうでわからないところがあったときはレコードゴーで気にせず先に進みましょうということですもう登場人物もう一回紹介しておきましょうステップ1で出てきたのは全体性って概念ですこれによって理解するってことを理解しました でその全体性を作るためのテクニックとしてまず第一歩上流と要約というのを考えました論文の中から重要なところを取り出すのが上流自分の頭の中でモデルを作ってそれを説明し直すのが要約でしたでステップ3ではさっきも出てきた論文の一般化された構造というのを勉強しましたイントロとコンクルージョンが対応、えー、コンクルージョンはディスカッションから導かれディスカッションはリザルトと文献を使っているそしてこのリザルトを得るためにメソッドというのが必要なわけです で一般にメソッドの一部だと思われているプリンシップルっていうのは実はイントロの一部でしたってことででステップ4前回はパラグラフというのを中心にものを考えていきましたパラグラフっていうのはパラグラフセンテンス論の展開主張とこの3つの組み合わせですで論の展開に関してはステップ5でも詳しく勉強したところですでステップ5ではファクトの検証法と論理の検証というのを丁寧に見ていきました そして最後の最後にさらにその先として矛盾の批判つまり隠れた前提の批判を行うことで今分かっていることの外側を知るという可能性まで手に入れたわけです。でこういうふうにステップ1からステップ5までステップ1分かっていないことを見つけようステップ2文章を上流しようステップ3論文の一般的な構造をしようステップ4論文を抽象化要約しようつまり全体性を作ってみよう。そして 今日のステップ5作者のロジックをたどり検証しようこれによってようやく我々は論文を批判的に読もうというところまでたどり着いたわけですそして最後の最後に作者を超える方法として矛盾の批判つまり隠れた前提の批判を使って今分かっていることの外側を知ろうという方法まで手に入れたわけですで最後のスライドファイナルステップ こうやって論文を読んだらそれを自分の血肉にするために人にぜひ説明してみてください。そして同じ論文を読んだ人と議論してみましょう。でそうやって議論しているうちに自分なりの考えを乗っけられるようになってくると思います。でそうなるともう作者の考えを超えてその論文の内容は完全に自分のものになって自分はそれを自由自在に使って自分のものとして。 使っていける状態になっているということになるわけです。ここから先はもうトレーニングなので、ひたすら論文を読んでで、たまに今回勉強したことを思い出して進めていってください。じゃあえっ、ー、と全5回だったんですけど、結構長い講義だったと思うんですが、この講義終わろうと思います。どうもありがとうございました。